こんにちは、もみです。今日は浄化運気を良くするヨガです。本日メニューはこちらです。神々しい重たい重厚感のある陳謝を使って皆さんのお体、オーラを浄化したいと思います。3回陳謝が鳴ります。瞑想最初、そしてシャバーサナ明け、そして最後の瞑想になります。面白いことに自分の体の波動やオーラが変わると聞こえ方全く変わるんです。これ楽しみにしていてください。今日は特に私、そこにお客様がいる気持ちでやってます。ぜひ皆様も私とこの空間に来たつもり、私とマンツーマンでやってる気持ちでやっていただけると楽しいんじゃないかなと思います。それではオーラピカピカにして、たくさんいいものを呼び込める人になっていきましょう。よろしくお願いします。はい、では始めていきます。まずはかかとを引き寄せて座っていきましょう。ご自身の中心、おへそ、胸骨のラインが真ん中です。ここに2つのかかとが並んでいます。少し入れ込むような感じでもいいでしょう。お尻のお肉を外側に置けるようにして、2つのお尻同じだけ体重をかけていきます。両手はお膝の上に置いてみてください。はい、では手のひらの向き、どちらでも結構です。好きな方向に向けていきましょう。背筋がスーッと上に伸びたら顎を引き、頭頂部空に伸びていきます。目をつむってみてください。今そこにあるものをご自身の体、心を感じてみます。瞑想の時間をとっていきましょう。最初、そして最後、自分に違いがあるか、心や思考、体、その変化があるかどうかも楽しみにしていてください。今自分の息があること、血が通っていること、体が存在していること、そして心、体のバランス、そういったものをじーっと優しい気持ちで見てあげます。電車は心や体、空間の浄化に使われます。皆様のお体が少しずつバランスが取れていく、それに役立っていく音ですね。全身に伝え、また今の聞こえ方と最後の聞こえ方に変化があるかも確認していきましょう。浄化されればそれだけ自分にこう伝わってくるものや軌道が変わってね、音、バランス変わってきますから、楽しみにしていてください。では目をそーっと開けながら、両手で体をさすり始めます。目をつぶったままでもいいです。自分の気持ちがいいものをやってみてください。今日体どうですか？触れた感覚どうですか？どんな感じがありますか？なんか硬い場所とか、なんか妙に冷えている場所とかないか確認してみてください。足の付け根とかやってみましょう。両手こすってみましょうか。両手カサカサしてみてください。はい、カサ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 カ。はい、でその手のぬくもりっていうのを、まずはお顔ちょっとこう触った感じ、もしくはお顔の方があったかいかもしれないですね、感じてもらって、そのまま首にこう少しさすりを入れていきます。どうですか、触れた感じ。クロスしてもいい、鎖骨とかね、クでもいいんですよ、コスコスしてもいいです。
あんまりないでしょ普段。当たり前になっちゃってますもんね、うん、息があることすら忘れちゃって、そういうことを思い出せる時間っていうふうに捉えてみてください。ヨガの時間ね、手の甲とかこさせてみたりして、そうするとだんだん愛おしさみたいなものが生まれてきたり、最終的にはもうなんかいるだけで今日があるだけで感謝みたいな気持ちにつながっていきます、うん、じゃあかすってあげたらまたね両足出しちゃう、ちょっと足長く組んで痛いから大丈夫かな、両足を伸ばしてバタバタします。で、バタバタです。で、上半身力抜いていいですけど、力もっと抜いちゃう。ポカーンってしてみてください。男性です。で、動き止めて、かかとを蹴ってみましょうか。かかとギューッとして、つま先が前で、かかと。で、これも足首が硬くなってないかなとかチェックしてみて。違いがあるんですよ、いつも毎日一緒じゃないので、今日ちょっと痛いなとか、両足広げて、お客様よく言うんですよ、お家でなんとなくこうほぐしているのと、レッスンに来てほぐすのってなんでこんなに違うんですかって言われるんですね。で、足首回し、それは一緒にやる意味ってやっぱりあって、反対回し、あとはね、やっぱ瞑想と呼吸をちゃんとやっていると全然ほぐれ方が変わります。両足を今日は自分がここほぐしているっていう気持ち、意識があるかないかがまず変わってきて、大きく変わる。あとはエネルギー交換も変わります。私とお客様のエネルギー交換も変わります、エネルギーって何よってね。もう一回足首もすごく大事ですから、足首固めたいかないでしょ、もうちょっと、エネルギーって何よって話になってきますけどね。言わせていきます。ちょっと意味深な笑いが出てしまいましたけど、はい、で両足を伸ばした状態で膝曲げててもね、つま先触って少しこうさすり上げていく。でも木とかさ言うじゃないですか、私もよく使います、よくね使うというか、ね、よく感じたりするようになってからは特にですけど、皆さんも絶対に感じてます。絶対って言い方するとまたちょっとあれなんですけど、でも感じてるの。だってここ気持ちがいい場所だなとか言いません？なんか森林浴とか来て振り足を切るだけで外側から血が出すと一杯の流れ良くなります。例えば森林浴行って森の中行った時に、ああ気持ちいいと思いませんか？ああ気持ちいい、あれもあの木は木ですよ、そのまま。気がいい場所ってやっぱり皆さんなんとなく感じてるんです。あ、ここちょっとなんか呼吸が浅くなるなとか、感じてないと思ってても、それを体で感じて、あ、なんか気持ち悪いなとか、あんまりここ好きじゃないな、居心地よくないなとかね、この人気が合うなとか、それはやっぱり一緒の波動が気が合っていくっていうことがあるんですよね。やっぱり同じ雰囲気の人が顔とかね、見た目とか全然違う、雰囲気、オーラ、波動がね、似てる人が集まってね、気が合いますからね、集まりますね。で、付け根少し立つ、またね、話がね、長くなるとこういう話すると特に、で、叩いてみてください、トントンね。で、皆さんも、やっぱりね、言葉から出るエネルギーってすごく強いので、いつもポジティブなこと言いましょうって言ったらちょっとしんどいんですけど、ちょっといい言葉を使ってみようかなっていうふうに、まあヨガやってると特になってきますよ。反対の手、左手ついて右のお尻叩いてます。そういうふうにやってると、なんか自然と、この後なんかいい言葉を使いたくなってきたり、使ってる自分が自然と言います。それが一番ベストですよね。お尻を置きます。だってなんか、しんどいのに楽しい言葉を使ったり、前向きな言葉を使っていくのって結構ね、しんどいですよね。じゃなくて、自然とそうだったらね、すごく楽ですよね、体もね、心も。はい、では両足を置いて、もう一回最後させていただきます。そういうことですね。なのでヨガ続けていただいて、自分でごく自然に、ポジティブが脳になっていけば、勝手に言葉も変わるし、体も心も変わるし、集まる人も環境も変わってくるという感じです。幸せを呼び込む人、呼べる人になっていこうっていう感じです。
で両手遠くついて目つむってみてください。そうです。目つむってはーっと大きくため息、もっと大きくていいです。もっとはー、思い切ってできた。もう一回目つむって思い切ってお腹の底からはーって言います。はい、 OK です。両足膝に当てていいです。開けて膝立てて揺すります。出会いってあって、今日鳴らしたティンシャは最近ずっと使ってたティンシャと違います。気づきましたか？私も出会いがあって、今日ティンシャとの出会いがあって、購入してきました。もうビビッと来ちゃいましたね。それこそ気が合いましたね。はい、両足は伸ばしてた。ずっと前のね、電車をね、もうね、8年ぐらい使ってました。宮古島で買ったんです、その電車。その時も出会いがあった感じだったんですけど、最近ね、なんとなく新しいのを考えてたんですね。で、かかって。で、シンキングボールってあります。なんか、ボン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 ってなる。あれを、ちょっと欲しいなと思って専門店に見に行ったら、なんと、電車を買って帰ってきた。そういう感じなんですけど、あまりにもね、ビビッときちゃいます。もう一回、なんて話してたらほぐれてきたと思うんです。少し足ね、時間かけて。なかなかね、一人じゃこんなに足だけ振ったり、叩いたり、触ったりってしませんのでね、一緒にだからできます。私もそうですよ。両足閉じて、右足立てて、で足の甲をさすります。じゃあ、どうします？どういう言葉かけます？自分に今、私だったら、うん、頑張ってるなお前って感じですかね。やっぱね、頑張ってるよ。あまり甘い言葉ばっかりも良くないですけど、うん、くるぶしの周りくる、まあ、励ましてあげるというよりはなんかこう勇気づけてあげたり、まあ、味方だよっていうことを全面的にいつも感じさせてあげるってことも大事だと思います。じゃあ、その裏側、やっぱり絶対的に自分がいいと思ってたら一番幸せですもんね。何言われても自分がいいよって思ってたら、これで私はもういいんだ、で思えたら最高じゃないですか。膝外側足向け、ふー、吐く息、誰かと比べちゃう、それがもう人間として生まれた、育てられた中で、まあ、どうしても、ね、承認欲求ですよね。認められたい気持ちっていうのは当たり前なんです。それは自分の、もう何だろうな、遺伝子にも組み込まれちゃってるから、うん、そういうもの生き物なんですよね。うん、足を伸ばして遠くついて、では、左足立てて、最後ね、少し下がって、シャバサナに入りますね、くるぶしの周り。でも、いくらかその、ね、認められたい気持ちに、全然悪いことではないと思うんですけど、まあ、悩みは増えますよね、うん。それを少しやっぱ、軽減していく。よくて、自分がこれでいいんだ、雨のままでいいんだ、まあ、さ、究極ですよね。雨のままでいいんだと思えるようになっていくことが増えたら、楽になる。少し、生きやすくなってきます。ね、膝外側足をつけて、ぎゅーって、皆さんどうですか？皆さんはどんな風に毎日を過ごし、そして自分に対してどんな言葉をかけていてっていうことを少しこう、少しこう振り返る時間にしてもらえたら嬉しいですかね。はい、じゃあ、お尻、もう一回パン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 、はい、 OK です。では仰向けになりましょう。シャバサナでね、またティンシャ鳴らしていきますからね、音を楽しんでみてください。両足大きく開いて、内外内外外側から、両手かわいそく手のひらサナです。脇卵一つ分の目をつぶっていきましょう。ふわーっと大地に
動き回る意識を体、心につなぎ止めていきます。シャバーサナ、シカバネのポーズ。自分の呼吸の音に包まれて心地の良い時間を感じていきます。じわーり体が緩んだら、そこから手放したいものが流れていく。皆さんはこのままシャバーサナを続けていきましょう。体と心が一つになって楽で快適な自分になっていきます。整っていく様子を感じ、全身を味わう。電車に体を浄化さらにしてもらいましょう。じーっと体、心を感じたときに、今動きたいと感じる方だけ足先ゆらや両手グーパーグーパー。動かない方は目をつぶったままこの余韻に浸っていきます。はーっと吐く息、空に消えていき、全身がさらに重たく脱力していく様子を観察したら、ゆっくりと右足を、左足を立て、左右に振っていきます。どちらか好きな方で構いません。倒れたら、この横向きになって小さくなります。一つ呼吸を入れ、体を緩めていこう。正大地をして、頭が下がるように体を上がります。最後の瞑想です。もう一度テンション上がります。最初との変化を感じてみてください。両手、お膝、親指と人差し指で輪っか、目をつぶっていきます。今の心、体を感じたら、最初、一番初めに座った時との変化あるかどうかを感じてみてください。お体の状態はもちろん、心、頭の中、そのクリアさ、バランス感じてみましょう。そして今から鳴らすディージャの音が最初と違うかどうかも確認します。ご自身の波動が変わっていれば聞こえ方が少し変わります。長く響くなと感じる方は、それだけオーラが浄化されたり波動が良くなっていると言われています。体中に響く感覚、いつまでも聞こえるような感覚、音を受け入れられるとか、いろんなポジティブな変化があると嬉しいです。ムドラを解放してお胸の前で合掌します。今日も皆様とヨガができたこと、心より感謝します。オームシャンティナマステ。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ティンシャの音変わりましたか。響き方どうでしたでしょうか。このチャンネル